この人も占いやってるから気が合うかなと思って、占いの仕方教えてもらおうかなと思って。おお、どうやって嘘をつけれるかもう教えてもらえて。やめてたじゃんけど。だって占い師ってほとんど嘘多いもん。大体あのスーパーでやって、あのなんかアピタの上でやってる占い師ってなんかうさんくせえもん。あ、でも一応目に留まるぐらいには見てるのね、そういうなんか。いや、勉強のために見に行くやん、やっぱし。勉強のためなのかなあれは。勉強になるのかな。いや、本当にね、俺、あの、僕の占いってズバズバ言っちゃうもんで、嫌われるんすよ、やたらめったら。感じたこと、思ったこと、映像に出たものをペンって喋るやん。ああ、はい、はい。オブラートないからさ、俺。うん、うん、3ヶ月後に別れますよとか普通に言うものね、あなた。堂々と言うもん。3ヶ月後には喧嘩になって、うん、あなたたちは別れますよって、うん、相談しに来た人に言うセリフではないよね。そう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 。なんていうか、よくあるの、たまによくあるのが、あの彼氏と喧嘩してるんだけど、もう別れるって言ったけど本当に別れるんでしょうかとかさ、どうでもいいやん。それ占いでするの？って聞くのよ。占いで何を聞きたいの？って聞くもん俺。あの、占いよりも。相談室に行ってって思うもん俺。単純にどうしたいかっていうのを聞きたいだけよね。占いっていう、あれじゃなくて。そう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 。だから俺言うんやって。いや、当分、別れますよ。うん、彼氏さんはもう、うん、謝ったって許してくれないよっていうもん。なことありませんっつって、ね、なことないならば占いをは信用しんと、うん、電話して、今すぐでもいいから電話して行ってみなさいっつって、今すぐ電話しろっつって。ただの人生相談じゃん、占いじゃないじゃん。ただの人生相談じゃない、恋愛相談というと。そうそう、恋愛相談。俺占い師じゃないような気がしてきたもん。うん、なんで、まあ、あの彼氏いつできますかって聞くんだろうね。100人中100人が彼氏いつできますかやもん。みんな恋愛に飢えてらっしゃる。彼氏いつできますかって、それ聞くの俺にっていうもん。結婚はいつ頃ですかとかよ。おー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 、うん、彼氏もいないのに結婚できますかとかよ。何と何と。わかんねえ俺も。なんか深いこと言い始めたなってなったけど今。え、彼氏もいないけど結婚できますかって何を言ってるんだって思うけど。普通だったら、普通の占いだったらできるでしょうって言うだろうな。ああ、うん。だから僕もできるでしょうって言うもん。いつですかって聞かれる。あ、逃げ場なくなったって。いや、面白いな。そういう占いいっぱいあるよ。それもう占いじゃない、もう本当人生相談だもん俺にとっての、彼女に対してね、うん。女の人はやっぱりそういう恋愛相談の方が多いんです。多いな。あと彼氏には他に女の子がおるから。探偵を雇え。俺も思う。それ俺霊力使うのと思うもん、たまに。それすっげえ無駄なんだけど、どうにあるもん俺。ひどいと朝のさ、土曜日だーって言ってたさ、やると7時頃にその彼氏ができたって言って LINE 送って写真送ってくるのよ。こんな人っつって。どんな人って聞かれるわけよ。どんな人、それは自分で知っていくもんだよねって。そうそう。で、いい人かどう、あの今後付き合っても大丈夫かって占いしてくださいって言って言うね。うんうんうん。な、電子マネー送ってくるわ。電子マネー送ってくるわ。お金送ってくるわ、電子マネー。最近は
便利な世の中になったね。ペイペイにペイペイにお金が入ってくるんやわ。だからペイペイ始めたの。そうそうそう。最近ペイペイで送ってくれるもん。いらんのに買って向こうもう登録すれば電話番号登録すれば入ってくるやん。へえ。試したことない。で別にお金はいりませんって言うんやけど、もう長い付き合いやし。先に払って逃げられなくするパターンやな。そうそうそう。首根っこ掴まれるんやって。写真送ってきたで、で、みたいね。うん。なら、ちょっとだけうっすらと女性の影が見える。うんうんうん。って言って、うん。たまかたかけられとって。向こうが本命でこっちが遊びっていう。おー。ズボズボ言ったって。それとかまた、うん、彼氏ができたんです、こういうのどう、今後はどうですかってとか、この人多分熱しやすくてさ、冷めやすいタイプ、んなことないです、私たち今ラブラブですからって言った、2ヶ月後に別れたんですけどどうしたらいいですか、知らん。熱しやすいけど冷めやすいですって言って、そんなことないって、なんていうの、いちいち否定しに回ってきたのに。おう、2ヶ月後に、振られたんですけど。だ、知らんやんな、俺、それ、そこまで俺。そこまで俺、なんで責任持たんなんの、と思う。だから言ったじゃないとしか言われへんわ。だろう、だったらその時に諦めとけんやけん、傷がつかんのやで。だろう。確かにね。だからさ、女の人って占いする割には信じてくれないのよ。わかる？否定に入ってくるんやって。そうじゃないって。ああ。うん。自分が聞きたいのはそういう意見ではなく、ただ賛同してほしいだけみたいな、そういうそれか。そう。だから、占いじゃなくて、相談をしてほしい、話を聞いてほしいだけなんやって。だったらそういう話を聞いてくれる人に言ってくれへんや。そうね。それどこの占い師行っても変わらんからね、やること。下手すりゃさ、そこら辺のさ、手相見とる占い師の方がまだ口うまいやん。おうおうおう。なるほどね。うん。俺は見えたことをズバッと言うだけ。あいつら違うんや。だろ、手相が高級なっとるか高級でしょっていう。だからさ、皆さん、本当にね、占いってね、ほんと怖いっすよ。はい。うん。娘に言うもん、僕も。本当に、占いは信じたらあかん。つって。依存症になってもいかん。つって。大変だね、世の中の人たちって。占い。もう、占い師、はずったらはずったで言われるし。変な方に当たったら当たったで怒られるし。あ、分かれますよって言ったらそれ、正直に言ったのに怒られる。どうなりますかって聞いたら、何月何日ぐらいに喧嘩して別れますよって言われたら怒られるわけや。お、ほんと分かんねえ時あるもん。めんどくせえ客だな、って。いやー、ほんとにね、ほんと、すごい気になるんですよ。言われれば言えば怒られるし、言わなきゃ怒られるし、金返せって言われるしさ。あ、やっぱ言われるんだ、金返せは。金返せって言われるよ。別れたから？とか、そういう別れたってか、そういうなんか。いや、だから、別れるって言ってて、言うやん、うん。そんなひどいこと言うなら金返せって言われる。いや、金返すはいいよって言ってん。だけど2ヶ月後に来てくれって言うもん。あ、2ヶ月後に別れるって俺は言ってるんだから。うんうんうん。だからお金はあなたにもらったお金はちゃんともら預かりますと、うん、で2ヶ月後に俺ここにいる、僕はここにいますから、2ヶ月後にどうなったかを聞きに来てくれ、結果を聞いてお金を返せなのかいりませんかを言いに来てって言うもん俺。うんうんうん。そういうのに限って来ない。結果がどうであろうと？結果が当たっとるから来ないんやって、お金を取る。結果が当たっとったら、あ、外れとったらお金返しで、こう、こう、こういうでまた付き合いとったで、絶対来るの。女の人だったら。なるほどね。うん。
大半というよりも、もう絶対来ねえ。2ヶ月後に別れるよ。で、本当に別れてるから、もう、言い返せないと。立ち直る占い師だね、あなたはあなたで。だから。100% 当てるのも問題だね。そうそう。だから、ほんと困るぞ。何月何日、何月何日って最近はもう絶対もう言わんようになったんだ。構えると、できんようになっちゃうもんで。アバウトに3、4ヶ月っていう、まあ3ヶ月以内半年以内というそういうね大まかな構えちゃうと未来を変えちゃうじゃん。未来は変えちゃいかんからその代わりこういうとこは許せない面があるけど、あとはあなたにぴったりなような男性ですよとは言う。うちの娘のお友達なんか本当に動画見てくれとるんやけど、あら真剣に僕に会って占ってほしいって言ってくれるもん。占ってあげればいいんじゃないです？めんどくさいもん。ほら、お給料アップ、お金は、お金を奪い増しするのじゃ。娘の友達から金なんか取れんもんなと思ってな。だろう。意外と俺、お金もらってない割にはボロンクソに言われてるんですよ。お金もらってボロンクソに言われるならまだ我慢するけどさ、お金もらってない割にはボロンクソに言われる。いいじゃない、最初ボロンクソ言われてもその後ちゃんと当たったって言ってお金渡しに来る人もいるんでしょ。いる。何もしない不誠実な方もたまにいるだろうけど。幸せになった人は来る。不幸せになった人は来ない。ああ、2ヶ月後に彼氏と付き合いますよって人は付き合いましてありがとうございますって来るけど、うん、2ヶ月後に別れますよの人はもう来ない。来ない。しっかりしとるわ。多分あの占い師が言ったせいだって思われるんでしょうね。いや、でもそういうやつに限って、必ず彼氏が出てきたらまた来るんやって。別れた時のこと綺麗に忘れてるの向こう。綺麗さっぱりと、もう消去してからもうこんなこういう彼氏できたんですけど、もう依存症やって。そんなもん、もうやばいね。でこれもう別れますねって言う。そうするともう最後なんで別れるかを説明してよって言われる。なんでですか。いや、なんでですかっていう前に、なんで別れるかを気づかないあなたの方がおかしいんじゃないって俺言うもん。もう、毎回読み3回目なら分かるだろうって言うもん俺。もう、切れちゃうもん、お客さんに。ああ。まあ、3回とも例えば、その、女の子が依頼者で、彼氏が3回とも浮気したとか、そういう向こう側の問題ならともかく、その子にも問題があると。そう。毎回気づけよと。そこまで言うと俺、結局、パワハラっちゅうか、モラハラになるやん。なのかな、わからん。占いもどこまで言っていいか悪いか分からへんもん、俺ももう。言ってそんなことないって泣かれるやつもおるわけや、泣くやつも。ああ、それ面白いな。だろう。君の知っとる女性もそうやん。何回でも同じこと言って、同じこと言うには振られとるんやで。だろう。なるほどね。うん、あんまり悪口言いたくないけど、学ばないタイプか。そう。学べないタイプ。認めたくないタイプなんだろうな。なんかプライドあるんでしょうね、やっぱり。ここだけは捨てたくないんだろう、男は捨てても。だから結構ね、僕の占いってそういうドモンクって言っちゃあかんけど、怒られるんすよ。それもでも人を相手する仕事だったらやむなしじゃない。お金も取らずにさ、きちんと占ってあげてさ、あげてって言ったら占っていただいてもらって、占いさせてもらって、まあ僕的には自分の能力がどこまでいけるかっていう試し検まあ検索しとるだけでやっとるようなもんだったんやからさ、最初の頃は。だってその子性格が悪いって、こういうここがこういうふうにあなたが悪いから男は嫌がるよって言ったら怒ってくるわけやん。
お前ちょっと綺麗好きすぎんね。もうちょっと彼氏に寛大になったれやって言っても綺麗好きを何が悪いんですかみたいな。そう。そう言われたら俺何も言えんもん、もう。でしょう。ああ、そうね。うん。本人の中ではなんていうの、正義であるからね。悪な要素一つもないからね。うん。ああ。いや、本当変な話、一つの例、これもう5年ぐらい会ってないんだけど、まあ変な下ネタになって流されんかもしれんけど、キスする前に必ず歯を磨いてっていう女性がいたんだよ。ああ、その子がキスする前に歯磨くと、うんうんうん。うん、キスするたびに歯を磨かされると。ん？依頼者は女の子？女の子。なんで私は男、いつも彼氏に振られるんですけどって言って占いに来たの。うん。うん。で、キスした。僕は占いでこうやって見たいな。うん、あ、この子すげえ潔癖症だっていうのを。な、あ、すげえ潔癖症だこの人。うん、で、俺が手を触った時も、アルコールで手を拭いたり。プチッ！切れないけど。ああ、もうなんか察するよね、そこの時点で。これ、ね、もうこれは無理だわ。触る前に手で拭いて、もう一回こうやって、アルコールで俺も手を拭いて、これなら大丈夫ですかって。あ、もうこの時点でこいつこれだなと思ったけどな。で、こうやってずっとやってて、で、あなた、かなりの潔癖症って言った。いや、そんなに潔癖症じゃありませんって。嘘やん、嘘やん。で、こうやって今彼氏と今高校卒業して3人ぐらい付き合って、3人とも振られてますよねって。はい。え、数までわかるんですかって言われたよ。いや、高校卒業してから、そうですね、3人、初めてのキスが19歳ぐらいの初めての彼氏で、初めてのキスでって時に、あなたは歯磨かした。え？女が磨くの、男が磨くの、それは。両方とも。ムードもクソもねえ。で、あなたで、キスしました。歯磨きで。まあ、最初は知らない。で、最初のエッチの時も申し訳ないんだけど、風呂できちんときれいに掃除して、きれいにやってからしか、ハグしないとか。ああ。で、あなた必ず手繋いだ後に必ずそのアルコール消毒やめやっつったの。、うん、それはできませんっつって、歯が臭いのは嫌ですとかさ。で、彼氏のその家のあのぐちゃぐちゃが嫌だと、それを直せば長く付き合えますよっつったの。、うん、直らんだろうな。で、もういいですっつって怒って帰ってて、おー。で、で、それちょっとだったら、来たわ。やっぱし振られましたって。だからさ、もう、潔癖症やめようって言ったのよ。おー。僕占う時でもいちいち吹かれると俺結構イラッとするし、っていうも俺。そうね、うん。アルコールまたプシッてやられた瞬間に治ってねえなって。汚くてって思われて。手袋して触れませんかって言って、いや、私そしたらもう何占う占いないできませんもん。めんどくさくなったな。うん、手袋実際されたらできないの？は？あのね、一応手首に僕親指を乗せて、僕の気を可能、こういうふ、そう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 、要はこういうふうに持つんやな。動画にカメラに見えるように、こういうふうに、こういうふうに持つ、ちょっとこういうふうにやってて、こういうふうに持つんですよ。ね、うんうんうん、そしてその霊気を波動を送らせて、ああ読み取るわけだ、読み取るわけ、はいはいはい、データをダウンロードするわけよ。おうおうおう。その時にアルコールで吹かれたのがイラッとするんやって。俺も一応、俺もさ、手を握るから必ずあのアルコール消毒は持ってるのよ。うん、必ず終わった後俺もやるんだ、うん、絶対。うん、あなたも結構マメの方だからね、ちゃんとやってくれるよね、その辺。そうそうそう。俺も嫌やもん。人の手た触るのなんて、男も女の手も。まあそうね、急に知らん人がね、占ってくれって言われるわけだもん。あの、潔癖症わかるんですよ。昔僕も本当若い頃、
学校行くときにあの釣り革触るのが嫌だったもん。電車の？そうそう。